おしゃ、今のかっこいいぞ。おーさ、ジャストガードよ。ジャス、あ、これ無理だな。さては根気強くやってりゃそのうち勝てるかもしんないけど。あ、でもあいつの写真撮ってこいって言われてたな。写真だけでも、あ、ちょっと待って、気づきそう、あいつ、あいつ気づきそう。気配に敏感すぎる。ちょっと待って、20本揃ったんだし、矢はもう諦めるか。でもちょっと撮れるだけ。写真撮るだけでいいんだろ。よし、もう後ろ姿だけど我慢してもらおう。後ろ姿じゃダメとは言ってないだろ。で、ちょっとパラセールで一気に戻りてえ。あ、でもワープで戻れんのか。あー、もういいわ。結局21本しか持ってないけど念のため余分に持っておきたかったような気もするけど、もう知らない。もっと強くなって勝てるようになりたいな。いつになるかな、あれに勝てるようになるのは。ね、リセットなしでも。あ、子供がいるじゃん。あ、ゾーラ族の子供かわいいな。なんか進化前のポケモンみたいな雰囲気あるけど、なんかこんなやついなかったっけ進化前のポケモンで。で、そうだ、写真を撮ってきたっていう報告まずしよう。急にメインのストーリー進められても困るし。で、いやでもなんか、戻ってきてから後悔するよね。もっと撮ってくれよかったかな、電気の矢。戻ったよ。リンクさん、来年の姿はこれ。どうぞ。それでは早速、後ろ姿なんですけどね、よろしいですか。ふやっ、ああ、変な声が。そう、めちゃくちゃ強かったっすよ。本当に近づかない方がいいっすよ。これがないで、なんとも恐ろしい。これを見たら雷獣山に行こうだなんて無謀な考えは起きませんね。本当だぜ。ありがとうございます。この恐怖を里の若者に伝えていこうと思います。英雄のわしがボコボコにされたからね。そうだ、お礼を。え、そんないいもんくれんの。泳ぎスピードさらに上がるじゃん。ゾーラのスネアで大昔のゾーラ王が当時の職人に作らせたのが広まったものです。東の直通以降はハイリア人とゾーラ族が協力して建造した施設なのはご存知でしょうか。お、そんな話したっけ。ハイリア人も協力してたんだ。で、その貯水庫完成後、有効の証として里を訪れるハイリア人用にと作り始めたのです。へえ。あ、でも防御屋閉店したって言ってたね。確かにハイリア人訪れる人が減ったので、その防具屋が閉店するときに倉庫で眠っていた最後の一つが今お渡ししたもの なのです。貴重品だ。へえ。どうか大事に使ってくださいね。なるほど。あ、コンプリート。あ、なんか見た目的にも、あ、ちょっとなんかあれだな、股間の感じがちょっと気になるな。ややな。うん、この画面だとなんか、こうなると別に気にならないんだけど、なんだろうこの画面のなんかあそこ気になる感じ。へえ。でも泳ぎスピードアップってついてる装備2つ手に入れたから、2つ装備したらさらに速くなるってことなのかな。頭もあんのかな、ゾーラの帽子だの兜だの。なるほど。あ、じゃあ逆に言えばこの壁登りスピードアップのバンダナも体バージョン、足バージョンもあんのかね。全部つけたらめちゃくちゃ速くなるみたいな。なるほどな。結局青い装備から抜け出せないね。いやでもこれちょっと手に入れといてよかったんじゃない。これでもうメインの、あれ、ちょっと待って、あ、そっか、あいつもう東の貯水庫で待ってるっつってたのか。行ってやるか。じゃあもういよいよだな。なんか気持ち的にはもう一個どっかの祠攻略して克服の証4つにしたいとこだけど。
バック中入んな、やっぱり。バック中入んならいけんじゃねえの。おお、ぶね。今のタイミングギリギリだったな。で、ちょっと待って、武器チェンジ、武器チェンジ。あ、なんかどうにかなるかもしんねえ。リザールブーメラン使うか。ギャー、いや、武器チェンジのタイミングダメでしょ。バレた。いけ、よっしゃー、いったぜ。戦術よ、よく聞け。戦いは結局ここよ。今頭トントンって叩いたから。いや、勝っちゃうとはな。うわ、電気の矢めっちゃ持ってる。よっしゃ。うわ、こんなもんくれんだ。嬉しい。どんな感じ、ライネルの剣。おお、あ、写真撮っときゃよかったな。あとでもいいか。これも撮っとこう。ライネルの弓。水に浸ってっけどいいかな、これ。よーし、ライネル剣も写真撮っとこう。記念よ、記念。水浸ってっけどね。かっこいい、ライネルの剣。もっとでかかった気がするけどね。リンク仕様にコンパクトになっちゃって。え、なにこれ、かける3って。10×3、複数の矢を同時に打ち出すことができる。すごくね。あ、ちょっと待ってください。欲しいです、絶対に欲しいです。もうこんなもんいらねえよ、リザルボーなんか。30分ぐらいかかってあの戦法を編み出したわ。そもそも気づかせないっていう作戦ね。あー、これでやっとボンクラ王子んとこ行ける。だいぶ待たせちゃってるけど。そういえばさ、ここのこと忘れてたんですよ。前に来た時すっかり。試しの岬っていうのがあると、そこ行ってなかったなって思って登ったら、もう一回ライネルとやりたくなって散々戦ってたんだけど、ここなんか看板あんだね。ゾーラの戦士、貯水湖へ飛び込み、その勇気を示せ。だから要するに、もうこのまま下、貯水湖だもんな。神獣様いるけど。これに飛び込めってこと？大丈夫かな？行くぜ！ナムさん！うわ、綺麗なフォーム！怖っ！何これ！おお、嘘だ、もっと沈むでしょ。え、何もなし。あ、いたいたいた。ちゃんと待ってくれてんだな、ボンクラ王子。今深夜1時なんですけどね。逆に怖いよね、深夜1時まで待たれてんの。もう終電ないからね。
てか俺これの説明もしてなかったな。なんかね、見つけちゃったんだよね、ゾーラの兜。3つ揃ったんだわ、ゾーラシリーズ。なんかこれね、一人でストーリーに関係なさそうなとこフラフラしてたら、ここだったかな、このトトコで見つけたんですよ、沈んでる宝箱から。以上です。で、こっから行けるかな。じゃあ行こうか、王子。ハロー。おお、北のリング待ちわびていたぞ。深夜1時だもんね。終電ないからもう待つしかないもんね、開き直って。歯並びいいのは分かったから。ゾーラの鎧と電気の絵の準備はできたか。もうゾーラの鎧どころか全部揃えちゃったからね、過剰に揃えちゃったわ。電気の絵も結局ライネルがめちゃくちゃくれたから、すげえいっぱいあるよ。グッジョブだ、さすがリンク。さあ水の真珠を沈めに行くぞ。それって言っても、あそこまでどうやって行くのよ。あ、滝を登れるから、水の真珠の背中を見てくれ。滝登りして上登れってこと。あ、だよね。ピンクに光る装置が見えるだろ、あれを電気の矢でいるんだぞ。あ、あれで登んじゃねえの。君にはゾーラの鎧に宿る滝登りの力がある。だよね。俺が君の真珠のそばまで連れていく。そこの滝から飛んで狙うんだぞ。君ならやれる、俺は信じてるぞ。さあ俺の背中乗せてくれるんだ。俺前言ったじゃん、里行くときに。そもそも乗せろって。分かったけど、じゃあいい返事だぞ。よし来い。あ、ちょっと待って、あらかじめ雷の矢装備してないと。ああ、もう行っちゃった。せっかち、水の中なら誰も負けんぞ。かっこいい。ルッタがこちらに反応している。一旦離れて攻める隙を伺うぞ。ちょっとまだ装備してないんですよ、雷の矢。そもそもちょっと聞いてます。ジャスト見たらルッタの滝に突っ込むぞ。真珠バルッタは古代の不思議な力を使ってくる。氷のようなブロックも古代エネルギーらしい。大将は君に任せたぞ。うわ、投げやり。どうしたもんかな、真珠バルッタで。あ、メニュー開ける。今のうちに変えといた方がいいよね。電気の矢めちゃくちゃ集めちゃったんだよね。20本用意しろって言われて3倍用意しちゃった。で、ちょっとどうでも良さそうな弓使おう。一心の弓な、攻撃力は低いけど、そう、遠くの敵がまるで近くのにいるかのようにみたいな特殊効果あるから取っといてたけど、どうしようかな。いっか、兵士の弓で。よし。あの氷を壊すんだ。壊すんだって言われましても、ちょっと待ってください。これにも電気の矢使えって。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って、このぐらいならさ、そうそうそう、木の矢でも良さそうじゃない。はい、よし、撃ち落とした。あります。ここで電気の矢装備ね。なんだ、無駄撃ちしちゃったじゃん。あー、間違えた。もうもったいないで、あ、登る、これね。はいはいはい、ここで登って飛ぶ。あ、こんな感じになるんだ。チュドーン。あ、ちょ待って、パラセール、パラセール。とっさのことに対処できない。ちょっと迎えに来て。そう、ありがとう。一旦迎えに来てもらって。ああ、そういうのもう一回やるんだ。それもおかわりやんの。もうしょうがねえな。登る。で、パラセール中に狙って、もう一回パラセールして、あそこも、あー、ダメだー、スタミナがない。めちゃくちゃむずない。あ、でもちゃんと進んでるっぽいね。待って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 、木の矢セットし直させて。なんかあのモヤットボールみたいなやつになってるってことはさ、ちゃんと進、追いかけてきてる。聞いてないっす。あぶね。あー、背後から来る系のやつ。はいはいはい、よし。ちょっとあの、あれだな、動きながらじゃなくてちゃんとメニューいちいちポーチ開いてセットし直した方が確実だね。
って登ります。はい、雷ドン。パラセールもう一回開いて、あ、でももう撃つとこない、ひょっとしていいのかな。まあ、こんな感じでいいのか。なんか俺もすげえふわふわやってるわ、これでいいのかなって思いながら。これもうあれか、登っちゃっていいやつ。あ、こんなとこにあんじゃん、もう一個。やった。あ、なんだ、後ろ側だったんだ。裏側にあんの分かってなかったわ。見えてる範囲のことしか考えてなかった。よし、これでいいのかい。雨は止むのかい。止まない雨はないのかい。ルッタの歩数が弱くなったぞ。ルッタが浮上するぞ。あー、え、あ、そっか、中入んなきゃいけねえんだ。これで終わりじゃねえんだ。マジか。そばまでするぞ、うまくやってきてくれ。こっからが本番でしたか。はい、頑張ります。リンク、ありがとう。いや、こちらこそ。おかげで真珠の放水は止まったぞ。見直したわ、ボンクラ王子。けど、君がやらなきゃいけないことはここからが本番だから。まあ、ボンクラ王子は俺の言いがかりだけど、結構よくやってくれてるけどね、この人。ありがとう。幸運を祈っている。ありがとう。ゾーラの里でまた会おう。うん、でもできることなら一緒に来てほしい。できることなら一緒に来てほしいな。俺たち仲間だよな。生き上がったわ。こっからさらに大変なのちょっと想像したくないな。リンク、君は最高だ。あ、でもちょっといい、この友情。助けられっぱなしだな。でもなんだかんだで俺がイチャモンつけてはいるけど、あいつめちゃくちゃいいやつだわ。で、真珠の中入ってなんだ、何すんだ。祠の謎解きみたいなことをさせられんのかな、それとも普通にボスがいるとか。お、真珠にも会員証かざすところが。ワープちょ、お、ワープ してこれんの、ここに。じゃあ一旦帰ってもいいんだ。無事だったんだね。あ、え、ミファ様。私思ってた、いつかあなたがここに来てくれるかもって。ガノンに乗っ取られたこのルッタを取り戻しに来たんだよ。そうなんですよ、よくお分かりで。それならまず内部の構造を示したマップを手に入れて。ふんふんふん、めちゃくちゃまがまがしいじゃん。あれがマップの情報が入った誘導石。うんうん、あそこまで行って。あそこまで行って、あそこまで行くんだあ、でも一旦帰っても良いのね。へえ、うわ、ゾウのマークがちょっと可愛い。いつでもここ来れんだ。でもまあ行っちゃうか。まあ散々あれだけどね、ライネルと戦闘して武器破壊しまくってっけど。あ、これ敵ですか。うわ、敵なのこれ。あ、消えた。うん、ちょっと初めてのことで戸惑うな。ワクワクもするけど。あ、あの目玉、破壊すればあれでしょ、今みたいにあの黒いの消えるんでしょ。ドン、こういうこと。あ、消えた、そういうことね。で、開くわけじゃねえんだ。うん、他になんかしないとこれ開かないのか。なんかどっかからケーブル繋がってたりしない、電気通ってる。うわ、ちっちゃいガーディアンいる。ちょっと待ってくださいよ。うわ、ひとつきだ。そんな強くなかった。
いただき。なんかこれに仕掛けがあるかな。違う違う。マグネキャッチで引っ張り出すと、おっと、あ、これ回すな。はいはいはい、こんな感じでさ、回す方向が合ってるかは分かんないけど、あ、合ってるかも。よし、やった。これでストップ。ここに誘導石かざしたらあれ開くんちゃいます？やっちまえすげえ横から手伸ばしたな今正面立てばいいのに。あと4個、ありがとうございます。てか意識あるんだね。死んだんじゃないの、ミファ様。ミファ様かわいい。あー、こういうのはあと4つやればいいんだ。でもあそこが開くわけじゃねえんだ。